ごきげんよう、ゆりえです。ごきげんよう、ほなみです。さあ、ゆりえさん。今年もこの時期がやってまいりました。第1回。2021年。ゆりえを狂わせた野郎たち。YCY の受賞者の発表式でございます。皆さん、拍手でお迎えください。今日も私、司会だって言われて、呼ばれてきてるんで。ギャラ出ますかこれ、ギャラ出ますか。あ、もちろんです。一大イベントなので。ちなみに、これは何ですか、ゆりえさん。文字通り、2021年に、ゆりえを狂わせた野郎たちなんですけれども、去年、2020年、ゆりえを狂わせた女の子たちっていうのをやってたんですよね。はいはい。その男性版です。今回初めてなんだよね、男性版は、ね。そうなの。去年もやりたかったんだけど、去年私 JO1 にハマった年で、で、そうなると、まあ、JO1 で埋まるよねってなるから、そうなるよね、そうそうそう、うんうんうん。やらなかったんだよね、泣く泣く、うんうん。でも今年はね、さらにハイレベルな感じになっているので。そうですね。ほなみさん、私大変緊張しております。さっきからさ、指が震えるとか。そう、マジ冷たいんだよね、手が。一大イベントだからね、我々のね。お話ししておかなくてはいけないのが、まあ、あくまで主観なんで、うん、そうですね、はい、偏見に満ちております。世間から見た人気とか、あのイケメンランキングとかではなくて、はい、じゃないです、はい、好きな人言ってるだけ。好きとさらに言うと、その中でこう狂わせたって、ここ狂わせたが一番ね、そうだ、そこが大事だった。キーワード、そうだそうだ、狂うっていう感情にさせた人のことだもんね。そうだ、はい、手段は何でもいいんだもんね。そうだ、そうそうそう、手段。それでは、はい、受賞式に参りましょう。栄えある一人目の発表です。ドゥルル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 。なんか可愛いね、お帽子ね。ねえ、可愛いね。ちょっとこの画像見たら、まあ可愛いなんだけども、JO1 のデザインっていう曲が、まあ、ありまして、はい。ちょっとスケレンを見たんですよ。なるほど。ありましたね、そういう。いや、そうなんですよ。そこに、うん、うわ、そんなことするのっていうので、はい、選ばせていただきました。狂った要因は、スケレン、はい、スケレンですね。まあ、レン君すごくパフォーマンス力が高い人で、レン君を見てダンスってすごいんだなっていうのを、まあ、そもそも知ったんですよ、レン君と出会って、うん、だけどさ、こう可愛さがちょっと2021年は目立ったなって。あ、確かに。ゲラだし、ゲラ。うん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 、もともとね、可愛いところはあったけども、よりね、うん、出てきたもんねって思ってたところで、スケレンが来てですね。なので一人目は川尻蓮くん、 JO1 の川尻蓮くんになります。納得ですね。あはは、よかった。それでは二人目の発表です。ダララ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 ラダン。 INI より西ひろとくんです。おめでとうございます。おめでとうございます。どう、ちょっと意外じゃない、ほなみちゃん的に。あら、あら、ね、西くんが入りましたか。可能性がないわけじゃないけど、もちろん。いや、もちろんもちろん。まあ、INIは今年ですね。日プも今年だったし、まあ、主にね、今年だったし、うんうん、INI でデビューしたのも今年だったし、うんうん、っていうので、まあ、結構ね、私もほなみちゃんもね、このゆりほなの動画で INI、取り上げさせていただいてたんですけれども、はい、ダンスじゃないのよ、私、西くんは。おぉ、うん。ちょっと見てほしいものがありまして、これなんですよ。これ、西くんの、手元をできるだけ見ていただきたいんだけど、手元を下にして、足のあたりに置いて、うん、ゲームやるっていう仕草がかっこいいなって気づいて、ついほなみちゃんに LINE 送ったよね、これ。いましたね。はい。正直実は違う人を挙げてて、10人の中に入ってて、うん、西くんいなかったの。あら。でもこれを見た瞬間に、よし、西くんで行こうって思ったの。この一発で、そう、落ちた。ICY に。あんなに長いことダンス頑張って、キレッキレのダンス見せてくれてるんだけど、私はこれに落ちた。そういうもんだよね。そうなんだよね。ね、そう。まあ、顔も含めてかな、やっぱ。まあ、確かに。結局。それも大事。
男の子のゲームしてる感がね、あ、西くんもゲームやるんだなっていう、なんかね、親近感が湧いたの、すごく。なるほど、わからなくなってまいりました。はい。それでは、3人目の発表です。だらら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 らだだん、赤髪のシャンクスです。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、次、映画らしい。ああ、映画出るんだ、シャンクス。っていうので、こう、ガーッと来たかな。あ、そういうことか。いや、シャンクスなんかさ、もう、うん、あれでしょ？ワンピース見てる人は大体みんな一度恋する人でしょ？なぜ私初恋だもん、マジで、シャンクス。そうなるよね、だって、ね。そう。一番最初に好きになった、まあ、二次元のキャラクターがシャンクスだから。で、まあ、その後にね、ちょっといろんなキャラクターにあちこち行ったけど、うん、そうだね、経由はしつつも、やっぱね、ここに来てね、うん。戻ってくるんだよね。ずっといたんだなと思った私の心に。そうか、あ、なるほどね、そっか、映画になるっていうので、うん、再燃したって感じだったのか、今年。うん、私ワンピースずっと買ってたんだけど、漫画を、はいはい、シャンクスがなかなか出てこないわけ。もう次出たら買おうって思ってる間に私大人になったのね。シャンクスはね、そうだよね。そうそうそう、だいぶ大人になっちゃって、うん、でも私あのフィギュアを実は持ってるんだよね、シャンクスの飾ってるんだけど、まあ、それぐらいには実は好きで、映画で出るっていうことなので狂わされたいなって思ってあげました。楽しみですね、映画見に行きましょう。はい、それでは4人目の受賞者は、ドルルルルルルルッン、カイホくんです。おめでとうございます。おめでとうございます。またいい写真持ってきたね。一部シーズン2があって、はい、で、うんうん、まあ、ちょっとね、INI のその11人にはカイホくんは入ってなくて、うんうん、何かしらデビューするだろうって待ってたところで、オクトパス。ねえ、信じて待ってたよ、カイホ。待ってたよ、本当にユリエさんは待ってたよ。嬉しかったね。なんかそのボイパとか、まあ、これからね、またラップもしかしたら見せてくれるし、でも結構歌も上手いしさ。そうなんだよね、何でも器用にできるんだなと思って。うん、ただあのトーマくんマウント取られるけど。それはそうですね、それもある意味狂わされてはいるよね。そうだね、そういうので私、うん、振り回されてる感じもあるんだろうなって。日プのさ時もさ、うん、私すごい覚えてるよ、うん、カイホくんの良さをめちゃめちゃ語ってくれたの。これは今年の YCY は来ますなって思ってました。あ、予想してましたか。しておりました、はい。やだ、なんか恥ずかしくなってきちゃうじゃん、ちゃん。ハイスペック男子、包容力好きじゃん。そうだね、好きだわ、間違いねえ。そうだ、でも私年下の男の子っていう感じには見てないわ、カイホくんのこと。でそういう感じあるよね。なんなんだろうね、わかんないけど、だから包容力なんだろうな、やっぱだろうね、うん、うん。え、トーマくんのこと年下の可愛い男の子っていう感じに見てる？あ、あのバリの貴公子ですね。さあ次行きましょう。それでは5人目の発表です。ダラララララララダン、 JO1 の河野純喜くんです。おめでとうございます。純喜、純喜、純喜じゃない、純喜じゃない子も後ろにいる。佐藤圭吾も後ろにいるんだけど。ピアスにだのあの子がいるな。Born to be Wild の出だし一発目の河野純喜くんの歌声に、はい、うん、旋律を覚えて鳥肌止まらず、うんうんうん、もうじゃあ純喜にしようと思って、純喜くん。なるほどね、あれだもんね、言ってたもんね、動画でね。そう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 、ライブですね、だからもう息吸って吸ってからの Born to be Wild が本当に、うん、あ、忘れない、二度と絶対忘れないと思う、これはっていう、そういう光景を見せてくれたっていうので、うんうんうん、ちょっとボンドビーワイルドと全然関係ない写真なんですけど。確かに、なるほどね、そっか、うん、もうその一言で心を奪われるぐらいの価値があったんだね。そういうわけで、この純喜くん、多分後ろの佐藤圭吾の存在感。まあその10人の中に JO1 の河野純喜くんということで、うん、おめでとうございます。はい、というわけで5人終わりまして、はいはい、残り半分となりました。それでは後半の1人目、はい、6人目の YCY 受賞者は、ダララ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 ラダン、名探偵コナンより羽田秀一さんです。おめでとうございます。
ここに来て二次元の方が二人目にランクインということで、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。やっぱり二次元は好きです。あれだね、言ってたね。そういえば狂わされたもん。そうなんだ。やばかったよ。今年のコナンの映画がヒーローの弾丸っていうタイトルなんだけれども、うん、赤いファミリーが集結するのね、うんうん、で、この羽田さんっていうのは、ま、通称中吉って言うんだけど次男なんだよね、うん、赤井秀一さんの弟なの、うん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 、で、特徴としてはめちゃくちゃ頭が切れるプロ将棋棋士なのね、うん、でも普段はちょっとこう、なんだろうな、頼りなさげというか、そういうところはあるんだけど、やっぱ頭脳を使うシーンになると醸し出す雰囲気が変わって、うんうんうん、こういうキリッとした目つきになって、でこの場面としては赤井さんが運転する車で秀吉がちょっと道案内する、というか、うんうん、ちょっとあそこ回ってここ回ってって言って犯人、うんうん、カーチェイスとは言わないか、カーチェイスってことじゃないんだけど犯人を追い詰めようとしてる場面です。なるほどね。これもあれだ、そうそうそう、将棋と同じように心理戦だったわけだ。そうそうそう、相手よりもこう先を読むみたいなので、ちょっとこううまく使われてたというか、はい、でこのシーンで私は赤井さんに落ちる気満々だったの。うん、見に行った時ね、赤井さんももちろんうわって思ったんだけど、うん、ごめんね、正直中吉の方に持ってかれたというか、終わった後ずっと中吉やばい、中吉やばいって横からかっさらわれたんですね。はい、罪な男だわっていうところもあって入れさせていただきました。そしてもうあと4人となってまいりましたが、はい、うん、栄えある7人目の発表です。キャリーパン、今年チェ社長迷ったよね、やっぱ社長結構ね今年出てきたから。それでは YCY 最後の受賞者です